ブリティッシュエアウェイズ5390便不時期事故は1990年6月10日にイギリスで発生した航空事故。事故を起こしたブリティッシュエアウェイズ5390便はイングランドのバーミンガム空港からスペインのマラガ空港へ伸びにあった。不適切に装着されていた操縦席の窓ガラスが吹き飛んで機長の半身が機外へ吸い出され機内は急激な減圧にあった。 運航乗員は死者を出すことなくサウサンプトン空港に緊急着陸した。5390便は現地時刻7時20分にバーミンガムを離陸した。副操縦士のアチソンが通常の離陸を担当し安定した上昇の中で機長のランカスターに操縦を変わっている。その後機長、副操縦士とも肩ベルトを外し、機長は腰のベルトも緩めた。 7時33分、客室乗務員は食事の準備を始めた。当該機がオックスフォードシャーディドコット上空17,400フィートまで上昇した時、突然の破裂音とともに、基調席側の窓ガラスが吹き飛び、機内に霧が充満した。急減圧により、腰ベルトを外していたランカスターは、頭から操縦席の外に吸い出され、膝が操縦管に引っかかった。 彼の体は上半身は着替え、足のみ着ないという状態になった。操縦席の扉は通信、操縦宅の上に吹き飛ばされ、客室から紙や破片などがコックピットに吹き込んだ。機長の足で操縦桿が押し込まれた状態になったため、自動操縦が自動的に解除され、機体は急降下し始めた。操縦席の異変に客室乗務員のナイジェルオグデンが駆けつけ、 機長のベルトを腕で掴み確保した。客室乗務員のスーザン・プライスは他の乗務員1名と共に乗客を沈め不安定なものを固定し緊急態勢を取った。その時、ランカスターは345マイル毎時の気流にさらされ、引く摂氏17度の外気温と希薄な空気のため気絶しかけていた。機長が被害に半身を放り出されたため、その後は 本来二人で行う通信と操縦の業務をアチソン一人で行うことになる。機内では急減圧が発生していたが、同期には全員分の酸素マスクがなかったので、アチソンは機体を緊急降下させて酸素濃度を確保し、自動操縦を再稼働させ、それから緊急信号を発した。しかし、激しく吹き込む気流のため、航空管制からの返答を聞き取れなかった。 このため意思疎通に手こずって、ブリティッシュエアウェイズへの通報が遅れ、結果的に同社の緊急手順マニュアルの適用も遅れた。オグデンは機長を保持していたが、当初と座礁と疲労が重なって限界に近づいたため、他の2名の乗務員が交代した。その時までに機長はさらに6、8インチほどはみ出していた。操縦室からは、左の窓から機長の胴体と頭が見えた。 ランカスターの顔面は耐えず、風貌に打ち付けられていたが、そのまめが開いたままで瞬きもしないので、クルーは彼がすでに死んでいると思った。しかし、彼を離すと、左エンジンに吸い込まれ、空中分解やエンジンの火災を招く恐れがあったため、アチソンはクルーに対し、ランカスターを離さないよう命じた。その後アチソンは、どうにか、航空管制からサウサンプトンへの着陸許可を得る。 ことができ、客室乗務員は、機長の足を操縦桿から外して、残りの飛行の間中支え続けた。7時55分、ブリティッシュエアウェイズ5390便は、サウサンプトン空港滑走路02へ、無事着陸。乗客は速やかに前後の階段から降機し、機長も救急隊員に確保された。この事故で、死者は出なかった。周りが驚いたことに、ランカスターも生きており、 サウサンプトン総合病院へ運ばれ、頭傷、座礁、ショックに合わせ、右腕、左腰、右手首の骨折の診断を受けた。客室乗務員のオグデンは肩を脱臼し顔と、左目に頭傷を負った。これ以外の怪我人はなく、ランカスターも事故から5ヶ月未満で業務に復帰した。復帰後は定年退職まで勤務し、定年後は e g z に勤務した。 事故機は飛行の27時間前に操縦室の窓ガラスが交換されていたが、取付部の固定ネジに規格外のものが使用されていた。窓ガラス固定ネジ90本のうち84本の直径が規定のものより 0.66mm 小さく、他の6本は長さが 2.5mm 短かった。このため取付部の強度が不足し、飛行中の内外の気圧差によって、 窓ガラスが脱落した。このボルト自体は事故の数年前から誤った直径のものが使われていたが長さが足りていたため事故は起きていなかった。しかしガラス交換の際に整備士がマニュアルを確認せず既存のボルトと目測で比較して同じ直径かつ長さの短いものを取り付けたことで事故が発生した。当時のバーミンガム国際空港では過密な勤務状況から 離陸時間に間に合わせるため、独自に省略した整備手順が横行していた。また、航空機の窓ガラスが外方から固定されていると内方から固定されているよりも取り付け部に負荷がかかり、これは航空機の設計としては不適切なものであった。また、整備が適切に行われていたかどうかの確認が行われていなかったことにより、規格外のネジの使用を発見することができなかった。 最終報告書にて以下の提言がなされた。2003年1月5日、プラハに向かっていたベラルーシの国立航空会社であるベラビアのヤコブレフ約マイナス40型機がチェコ領空を飛行中、突然コックピットのフロントガラスが粉々に砕け散った。これに対しチェコ空軍機2機が同機をプラハのルズイニエ国際空港まで誘導し、無事着陸することに成功した。 2018年5月14日、重慶からラサに向かっていた四川航空8633便が生徒の100の150キロ付近を飛行中、コックピットの窓が外れ副操縦士の上半身が機外に吸い出され、機は生徒総流国際空港に緊急着陸した。副操縦士が顔と腰を負傷したほか、29人が病院で手当てを受けた。二千二十年一月十八日、 成田空港で、上海行き日本航空873便が、離陸滑走中、コックピット基調席正面窓ガラスに、雲の素状のひびが入った。機は直ちに離陸を中止後、自走して搭乗口に引き返した。乗客乗員79人に怪我はなかった。ありがとうございます。